それではここで岡山広報担当小岩井美由香よりご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介にあずかりました幸福実現党岡山広報担当の小岩井美由香でございます。改めまして本日は平日の夜にもかかわらず大勢の方にご来場いただき誠にありがとうございます。先ほど幸福実現党本部相場広報部長代理の話にもありましたように、民主党政権がこのまま続くならば日本の未来はありません。この晴れの国と言われる岡山も衰退してしまいます。さらに普天間基地問題など外交で一つ間違えれば戦争の危機や中国の属国化に見舞われる、これが現実です。しかしこの国難を打破すべく私たちは今日この岡山に結集いたしました。やはり鬼退治はここ岡山から始めなければなりません。現代の桃太郎、それが幸福実現党です。幸福実現党は新しい未来を作る政党です。私たち一人一人の力は小さいですが、その力を結集したときに世の中を大きく変えていく力となっていきます。今日から私たちが勇気を出してお知り合いの方々に幸福実現党を頼みますと言えるかどうか、それが勝負です。私も力足らずではありますが、その先頭に立って国難打破から未来創造へと、この困難な使命を立ち向かっていく所存でございます。幸福実現党はやっと来月立党して1年になります。支援者の皆様にはご心配をおかけしたり、未熟さゆえの試行錯誤もあるとは思いますが、わずか1年でこのような大会を開けるまでに成長することができました。これはひとえに支援者の皆様方のお力でもあります。本当に感謝申し上げます。私も県内各地に入り、皆様のもとに入りまして、我が党の政党をお伝えするとともに、皆様方のご意見に耳を傾けてまいりたいと思います。先日もあるご婦人に、今の政策のままでは子どもたちの将来が心配ですと言われ、またあるご年配から、このままでは私たちの生活はどうなるんだと涙ながらに私の手を握りしめ訴えられました。その度に私は皆様方のお役に立ちたいと思うばかりです。また私事で恐縮ではございますが、私にも大切な夫や子供がいます。昨年の衆院選では子供が登校拒否にもなり、家族に大変迷惑をかけたと思います。それでもまた立ち上がりました。日頃寂しい思いをしている子どもたちも、私の頑張る姿を見て子どもたちなりに応援をしてくれています。夫も全面的に支えてくれています。こんな素晴らしい家族のためにも私は命がけで戦います。
私たちには世の中を変える力があります。まだまだ未熟な私ではありますが、どうか共に戦ってください。心ある皆様と共に希望の未来に向かって進んでいければ幸いです。本日は誠にありがとうございました。